はい、どうもこちらです。今回は麦わらミッションのマスターね、やっていきたいと思います。だいぶ久々の攻略なんですけど、後付け実況ですね。解放はこんな感じでゾロパでございます。最初にね、黒ひげパーかなとかギアフォースパーでやったんですけど、まあ、ちょっと安定しないっていうか、まあ、ギアフォースだと結局そのフランキーのとこ耐久するんで、だったらゾンビパーと一緒じゃんということで、ルフィは採用しませんでした。だコンボパーで倒せるパーティーもしくは黒ひげパーの攻略を目指してっていう感じにしました、今回ね。でアルティメイトじゃないです、マスターです。で、まあ、白星がだいぶ有能ですね。うん、これも当たった白星なんですけど、まあ、だいぶ良くて、まあ、それの良さっていうのが初ターン必ずね全スロイッチになるので、まあ、シーラパンで積むっていうことがないです。ない。うん、マスターの場合ってシーラパンが5体なんですけど、全部一ターンパターンは今までないです。必ずなのかな、まあ、一ターンが3っていうパターンが多くて、うん、まあ、ほぼそれだったんで何とかなるんですけど、あとキャベンディッシュのところは最初ね、交換所の惨事を使ってました。ただ火力が足んないっていうねそう、フランキーのところが結構ちょっときついかなと思って、力属性1体入れようと思ってたんですけど、フランキーがね結構火力足れちゃう系だったんで、もういいかなっていうことでキャベンディッシュにしました。そしたらうまくいくまあマスターなんでね、そんなに難しくないかなとか思ってたら超難しいんだね。うん、これ以外のパーティーだとちょっとねゾンビパしか見当たらなかったです。なんか新世界ルフィ、あのレッドホークルフィでいけるらしいんですけど、まあ冒頭で話した通りね、まあ結局反ゾンビパみたいな感じなんで、うん、ちょっとねなんかゾンビパで攻略したくないじゃん、できれば。ただアルティメイトはねちょっと無理そうです。ちょっとねきつい。うん、で最初コンボパも考えたんですけど、どうしようってなって、でキザルの存在に気づいて、でまあキザル採用したって感じですね。もともとは黒ひげパで頑張ろうとしてたんですけど、黒ひげパね火力足んないですよ結局最後のボスのルフィがね硬すぎて、うん、あいつ防御力高いじゃん、あれで積んでダメだっていうこんな感じになっちゃったんですよね。でまあツイッターでお話ししたんですけど、フェスゲンキャベンディッシュが1000人いれば OK なんですよ。ただ持ってないんで持ってないんで、もうしょうがなくね、うん、諦めました。うん、黒ひげでもねいけそうですね。黒ひげもいけそう。うん、てかね道中も結構きついんだよね。うん、ネコマムシとかそういうのいけんのかな。最近のキャラ俺全然持ってないんで、攻略しようと思ってもできないのでね、なんとも言えないんですけど。でここゾロ使いましょう。じゃないとちょっとね後ろのザコ倒せないです倒せないのでちょっと使ってください。うん、しょうがないね、使って。うん、でここキザルね運よくスロット揃ったんで、まあいけちゃうんですけど、スロットが揃わなかった場合はちょっと半分手前まで粘ってもいいし、ただ粘っちゃうとね多分ダメだと思うんだよね。あの 2.5 倍に戻っちゃうんで多分ダメなので、もういけるだけいっちゃった方がいいと思います。うん、なのでもう無視して攻撃って感じ。もうスロット封じされるんだったらもうしょうがないです、されちゃってください。大丈夫です、それでも勝てるんで。であとここは今のスロット状況だったら3体倒せましたね。ちょっとゾロの順番間違えただけで倒せましたね。うん、だから1ターンの場合でもいけるんだけど、全員1ターンだとちょっと正直ねきついと思う。正直きつい。なのでちょっとねここ運だね。うん、あのトカゲさんは運です。運になっちゃう。本当はね運なしで行きたかったんですけど、あそこはねどうしようもないと思う。多分まあキザル使うとかっていうのはありなのかな。キザルはまあ使えるんで、多分まあどうせ溜め直せばいいだけなんでね、キザルは OK かな。キザル OK だったらいいのかな、あそこで使っちゃってもスロット状況悪かったらねいいのかなって思うんだけどね、どうかな。あそこのトカゲはね全部一旦パターンはありました、あったんで、ちょっと危ない。スロット状況悪いと危ないっす、危ないっす。でここね火力足んないんだよね。うん、まあしょうがないね、火力足んないのはね。もう体力多いんで、代わりにね。麦わらの一味がアップしてるじゃないですか。なので、ゾロも 1.75 倍なんだよね、常に。体力も攻撃力も 1.75 倍。なので、ゾロめっちゃ強い、今。そう。だから麦わらの一味をね、うまく入れるパーティーが一番いいと思うんだけど、
無理じゃん無理じゃん入れんの。だから船長とか麦わらの一味っていうのが多分一番いいと思う。うん、それが一番何も考えずにうまくパワーアップを考慮してパーティー編成できるかなっていうふうに思います。まあ、なのでね、キャベンディッシュのところ3時にしたんですよ。交換所3時ね。うん、にしたんですけど、まあ、ちょっとうまくいかなかったんでやめました。1.75 はでかいよね。普段からずっと 1.75 だからね。でかいんだけど、そこをね、うまく使おうとすると負けるっていうパターンなんで、なかなか難しいんですけど。そして、こいつがえぐい。こいつ、えぐくない？これ、ちょっと、どうにかなんないですか、運営さん。これ、ちょっと、えぐいなぁ。ちょっと、えぐいですね。だって、これ、コンボ数で言ったら、獅子16の、プラス10、26? なので、まず、ダメージが1も入んないっていうパターンなんで、まあ、ギザル使ったら36なんですけど、アルティメイトは35なんですよ。コンボスのブロックが。無理じゃん無理じゃん、36だったら。ちょっともう無理だよね、アルティメイトはね。ちょっとコンボス的にちょっともう無理かな。やるなら黒ひげパかな。もう黒ひげパも無理な気がすんな。もう何やっても無理な気がする。このコンボスブロックはちょっとエグいっすよ。やりすぎですよ、上さん。これやりすぎですよ。下手したらさ、このマスターさ、アルティメイトより難しいじゃん。下手したら。ちょっとやりすぎだよね。って思うんだけど、俺だけ？ちょっとやりすぎな気がするんだけど。で、このダメージ量もえぐい。21000。これダメゲン入って21000ですからね。ダメゲン 5% ぐらいついてるかな？どうかな？えぐいっすね。で、ポーラタンク使ってもダメそうだったんで、ここは、あえて、白星っていうパターンにしました。はい。で、あとはもう、さささ使っただけですね。ゾロの2倍と、ドフラミンゴですね。まあ、キャベンディッシュもどっちもいいんですけどね。うん、まあ、スキルが速い方を使ったっていうだけですけど、まあ、キャベンディッシュの方がいいのかな。2.25 倍だからね。まあ、どの道、なんで使おうとしたかわからんけど。まあ、どの道ね、ゾロの16段貯めなきゃいけないので、まあ、体力が多い場合は、多い場合というか、まあ、白星使うんで、まあ、キャベンディッシュでいいかなと思います。なんでゾロじゃねえか。ドフラミンゴ使ったかわかりません。うん、ちょっと疲れてんのかな。はい、これで突破。はい。で、こいつで貯める感じですかね。で、まあ、肉をできるだけ出していくっていう感じにしたいかな。で、まあ、毎ターン4600なので、まあ、ほぼ大丈夫だよね。10ターン貯めたとしても46000なんで。で、その間に10ターン貯めるんで1万回復でしょ？だから10ターンで36000しか食らわないので、大丈夫です。で、肉回復もできるし。うん。で、初ターン、打つパターンでもいいんで、もう無理やり貯めるのもありかな。ボス戦ね、ダメージ食らなくていけると思います。実際ね、この攻略はちょっと違う攻略の仕方しちゃってるんで、まあちょっとなんとも言えないんだけど。でも多分ね、一旦突破できます。一旦突破っていうか、もうワンパンできるんで、多分大丈夫だと思います。問題ないと思う。ただ、体力が残ってればいいので、うん。あと最初割合ダメージでしょ、ルフィね。割合ダメージなんで、体力が残ってるというか、まあ生きてれば OK って感じですかね。だからギリギリまで貯めちゃってもいいかもしれないですね。まあ、白星がいるんで、どの道ね、回復ができちゃうので、だいぶ楽かなと思う。まあ、ポーラタンクもあるしね。だいぶ楽ですね。だから、負ける要素がね、ほんとトカゲしかない。多分。あそこだけね、ちょっとどうにもなんない。ただ、キザル使えばいいので、うん、キザル使えばいいんじゃない？さっきの、フランキーのところの突破の仕方は、まあ、キザルは必要なんだけど、第一段階でもいいわけだからね、キザルは。コンボ数を10減らしただけなので、第一段階でいいし。で、白星で全回復プラススロット1はするので、問題ないよね。まあ、だから、キザルっちゃえばいいのか、あそこね。そしたら 100% 勝てるよね。スロットが悪い状況でも勝てます。ウソップでスロット富士したとしても関係ないよね。なので、まあ、勝てるかなっていう感じかな。まあ、もちろん、スロット富士された場合は、フランキーまでで、スロット解除しなきゃいけないんだけど、フランキーも別に初ターンで突破するわけではないので。
6、7ターン待たなきゃいけないでしょ、だってね、防御力アップ、まあ、それも含めて、まあ、スロット封じが解除できれば OK なので、まあ結局余裕じゃない、うん、余裕じゃない、このパーティーが揃うならね、揃うというか選べる状態であるなら勝てるよね。でスキルマに関しては全部スキルマなんですけど、白星はスキルマじゃなくてもいけるかな、どうかな、ちょっときついかな、白星スキルマじゃないと、うん、白星だけちょっとやっぱ重いんで、スキル一番重いでしょこいつ多分。はい、でタコスタンプがこれ 30% カットだったっけかな、ん、何パー、 50% わからん何パーカットか忘れちゃった。でここね攻めてもよかった、俺チキった、チキったけど攻めてよかったですこれ、うん、まあ後でわかる、それは後でわかるんだけど、これ攻めてよかったですね。はい、でセラホイとキザルが溜まる、で死んじゃうんでポーラタンクを使ってって感じですかね。でまあキャベンディッシュ入れてるんで、そこそこ生体いるんでね、まあ30の時はだいぶ火力的には楽かな。でもさ、これえぐくない？ 7 万しか食らってないダメージ硬すぎでしょこれ、これやばくない、こいつ硬すぎでしょ、防御力どんだけあるのっていうぐらいあるよね。でここ今肉取んなかったのは、どの道セラフォシで全回復するんでもういいかなってことで肉は取りませんでした。で本当だったらここで攻めたいんだけど、 2.5 倍 2.5 倍になっちゃってるんで無理です。うん、初ターンで、まあ、攻撃するんだったらいけたかもしれないけど、多分これだとね 2.5 倍 2.5 倍だとちょっときついんで、まあ、待ちですかね、待ちです。まあ、単純に今のの4倍、36万の4倍はダメージ出るはずなんでね、単純に、うん、まあ、4倍だと、まあ、120万とか、まあ、全ソリッチなんでもっとダメージ出ると思うんだけど、うん、って感じなので、まあ、その辺も計算しつつやるといいかな。いや多分もう半分からね、もういけちゃうと思うんだよね。でもね、チキってます。チキってます。だいぶチキってます。まあちょっと動画長くなっちゃうんだけど、うん、これチキってますね、完全。で、まだ攻めないんだっけな。ちょっとドフラミンゴ使おうかなって思ってるんですよ。あのスロット一致させるのがキザルしかいないので、先にドフラミンゴ使って、倒した後の激アジ行動の時にキザル使いたいので、まあ、なるべくスロット一致した時にドフラミンゴ使いたいなーって思ってる最中です今のちょっと止まったやつね、止まったやつは、まあ、そういうことを考えてます。まあスロット一致させたいなー、スロット一致めっちゃしたなー、ここで攻めようかなーって感じですね、うん、まあスロット一致に関してはもうこういう攻略の仕方してるから悪くて、初ターンやっちゃえばよかったんですよ。初ターンもう無理やりキザルと白星貯めといて、さっき溜まってなかったけど、貯めとけば3倍3倍でいけちゃうんで、ワンパンでいきます、多分。だって200万でしょ？こういう体力相手。いけると思います。防御力が高かったとしても。してもいけると思うんで。はい、で、ドフラミンゴとゾロの重ね書きですね。で、キザル残してるんで、まあ、ここ突破できればもう問題ないという感じですね。で、これね、余裕です。これ、超余裕。174万出てます。2.5 倍パで。さっきだから目安120万とか言ったけど、まあ、もっと余裕だよね。170万出てるわけなんで。で、ここも3倍パーティーですね。3倍3倍なんで。もう余裕ですよ。だこれね、見てもらえばわかると思うんだけど、てかね、これダメージ0なの。0とか1なの。やばくない？やばくない？はい。で、これも見てもらえばわかります。余裕さが。だもうワンパン最初からすればよかった。ほら、これ超余裕じゃない超余裕じゃない、だからワンパンしてください。これワンパンして、で、激アジコードを取った時に、まあ、もう一回ゾロとドフラミンゴプラス、まあ、白星かキザルどっちか使ってない方を使うみたいなパターンでいいと思います。もう余裕です。てか、綿飴10もらえるのこれでかいよね。いいよね。あと、ね、石も10個もらいましたね。と、まあそんな感じで一応クリアできるのでやってみてください。この動画良かったらグッド評価お願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。ということで以上、麦わらミッションのマスターの攻略でございました。お願いします。